ハロー、新人バーチャル YouTuber のピエロだ。今回紹介する漫画は、ボッチザロック外伝、ヒロイキクリの深酒日記。アニメも大ヒットした人気漫画、ボッチザロックに登場する天才ベーシスト、ヒロイキクリを主人公としたスピンオフ作品だ。新宿を拠点に活動する人気インディーズバンド、シクハックのリーダーにして酒くずのベーシスト、ヒロイキクリの日常を描く。主人公、ヒロイキクリ、シクハックのベース&ボーカル担当。大衆受けはしないが、一部の洗練されたファンが支持する変態バンドのカリスマとしてインディーズ界隈では人気を博している。その正体は重度の酒くずであり、酔ってライブ中に機材を破壊したり各方面に迷惑をかけるので万年貧血になっている。将来の不安を忘れるため無茶な飲酒を繰り返し、彼女はこれを幸せスパイラルと呼んでいる。ボッチザロック本編のヒロイキクリは普段飲んだくれていても肝心な時はかっこよくて、主人公ボッチちゃんの師匠に近い存在だった。しかし深酒日記で自分が主人公になるとカッコつける相手がいなくなって、飲んだくれるだけのダメ人間が出来上がった。なんで自分が主役なのにデバフ食らってんだよ。紙パックの安酒鬼コロを日常的に愛飲している。余談だけど俺もこの前試しに元ネタのパック酒を飲んでみたら、割とスルスルの目で逆に怖かった。実はシラフだと内向的な性格であり、本人曰く真面目でクソつまんない人間。しかし酔うと気候に走ることが多く、深酒日記でも炎天下に酒で水分補給、ほろ酔いで登山など、まあまあシャリならない行動を選択している。そんなヒロイキクリのエロスとタナトスが俺を狂わせるって話は動画の後半に改めて語ります。シクハックのドラム担当、岩下島。真面目で礼儀正しい性格であり、ヒロイキクリが何かやらかすたびに菓子折りを持って謝りに行く苦労人。外見も内面も完璧なスパダリのイケメンなので、ファンからは島様と呼ばれ慕われている。ヒロイキクリとは学生時代からの付き合いで、シクハックの初期メンバーでもある。問題ばかり起こすヒロイキクリに対してはガチで説教する一方で、バンド結成からの腐れ縁として最後まで彼女の面倒を見る役割を受け入れている。それはそれとしてヒロイには1巻で2回野垂れ死ねって吐き捨てる。ヒロイキクリの死因ダービーは野垂れ死に急性アル中が鉄板だけど、島様のファンにされて死ぬ世界線も存在してそう。シクハックのギター担当、清水イライザ。18歳までイギリスで暮らしていたが、日本のアニメや漫画が好きで同人イベントに参加するため来日。現在は自分も同人誌を書いたり、コンカフェに通ったり、 VTuber の配信を追ったり、オタ活をエンジョイしている。本当はアニソンコピーバンドやりたかったけど、なぜか宿泊でギターを弾いている。決して外国人労働者の不当作詞とかではない。この漫画でイライザだけはキララ系やろうと頑張ってくれているんだけど、焼け石に水感は否めない。残念ながら出演する作品を金色モザイクと間違えている。深酒日記の特徴として、まさにお酒が飲める成人女性を中心にドラマが展開する。ボザロでは女子高生4人組の結束バンドが音楽で成功する夢に向かって突き進んでいく。その一方、深酒日記ではバンドで成功した結果、音楽が夢から生活に変わってしまったバンドマン、ヒロイキクリの内なる不安が描かれる。そしてこれはボザロ本編にも言えるけど、メインキャラはバンド活動ありきで集まっていて、単なる友達ではない。実際は読者が抱いてるイメージよりも距離感が垣間見える関係性なのが味わい深いと思う。バラバラな個性の人間が集まって一つの音楽になるという、ボザロから一貫したバンド感が描かれている。しかしこいつら思った以上にプライベートだとノリ悪いな。キララ係数に関して言えばジャンケットバンクに負けている。ボッチザロックのスピンオフという観点で語る深酒日記について、スピンオフの命題はいかに本家と近づけながらいかに本家と差別化するかという点に尽きる。まずボザロ本編の4コマと違って、深酒日記はストーリー形式なのが個人的には嬉しい差別化だった。等身が高いキクリお姉さんを見てるだけで生身の人間として解像度が上がって興奮します。それからボザロと深酒日記を比較すると、双方の絵柄もにじみ出る個性を存分に発揮している。大前提として、ボザロ原作者浜地亜紀先生のシャープな画風が至高であることは言うまでもない。しかし深酒日記作者組長先生のいい塩梅で力が抜けてるへちょっとした画風も実に癒される。深酒日記はヒロイキクリの視点を主軸として、ボッチザロックの世界を原作とは別の角度から切り取って描いている。サブキャラの掘り下げや本編の行間を俯瞰する描写も充実していてありがたい。まさかイライザ ×PA さんのカップリングが頭角を現すとは読めなかった。この李白の目をもってしても、ボザロ本編では一見ダメ人間でも、どっか底知れない雰囲気をまとっていた大人組の底が割れていく漫画でもある。底知れないダメ人間の底が割れたらただのダメ人間じゃないですか。深酒日記の1話でヒロイキクリは承認欲求に飢えていて、将来に怯えていて、格好をつけたがる脆い内面が描かれる。しかし本編を踏まえると、そんな彼女だからこそ自分と似てるボチちゃんへ真に響く言葉を吐くことができたのかもしれない。外伝ではありがたい言葉の代わりにゲロ吐いてる。今回紹介したヒロイキクリの深酒日記はコミックファズで大好評連載中。コミックス1巻も大好評発売中だ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価よろしくな。さて、漫画レビューも終わったので、そろそろ本題に入りたいと思います。ヒロイキクリのエロスとタナトスについて、ヒロイキクリのアグロデッキを独自に展開するだけの時間です。悪いが、こっから先は一方通行だ。大変申し遅れました。私、ヒロイキクリの鎖骨のくぼみをおちょこにして鬼コロの向かいのものです。入会希望の方は連絡してください。ヒロイキクリの鎖骨は本数に限りがあるので、既存メンバーを殺したやつが新メンバーになる幻影旅団と同じ入れ替わり方式です。
個人的にヒロイキクリの魅力を一言で語るなら、破滅的お姉さん特有の危うい色気をまとっている。そもそも日常系キララ漫画を露悪的な解釈で消費する姿勢を好かない奴も当然いると思う。しかしヒロイキクリに関しては公式からキララフィルターを貫通するレベルで肝臓を破壊する作品の見方している。こちらも抜かねば、武作法というもの。誤解されないように断っておくけど、別に俺はヒロイキクリに死んでほしいわけじゃない。推しに死んでほしいわけないじゃん。でもろうそくの火って燃え尽きる直前が最も輝くじゃん。推しにはきらめいてほしいじゃん。ああ、なんて素敵な人。25歳という年齢も絶妙な設定だと思う。天才ロックミュージシャンは27歳で亡くなるというジンクスを嫌が応でも意識してしまう。かの大魔導士も語っていた。一瞬だけど閃光のように。引き返すなら今だけど、ヒロイキクリは紛れもない天才ベーシストだからこそ、これまで積み上げてきた栄光が容易に他の道へそれることを許さない。未来を食いつぶして作業の姿は破滅の美学で輝いている。一瞬だけど閃光のように。なあポップ、お前もそう思うよな。もしかすると今からでもヒロイキクリは理解ある彼君と出会って結婚して専業主婦になってお酒を立てば普通の幸福をつかめるかもしれない。それは人間ヒロイキクリの延命でありながらベーシストヒロイキクリの死と同義でもある。俺は辛い、耐えられない。死んでくれヒロイキクリ、若く強いまま。その他にもヒロイキクリの魅力的な側面として根は真面目な人間性が挙げられる。48時間じっくり丁寧にアルコールを抜いたヒロイキクリは可愛すぎて読者も騒然となった。もうお前ずっと酒飲まないでいいよとか誰も不幸にならないアンチコメも含まれた。ゴザロ本編でヒロイキクリは普通の人生に絶望してロックを始めたと語っている。酒を抜いて弱り切ったヒロイキクリを見る限り、お酒が好きは自分が嫌いの裏返しなのかもしれない。とてもとてもとても愛してる時はなんて言えばいいんだ。やっぱり愛してるの一言だよな。チクハックという環境もヒロイキクリの檻として機能してると思う。ヒロイキクリが毎回トラブルを起こしても島様は叱りながらフォローしてくれるし、イライザは呆れながら甘やかしてくれる。島様もイライザも一流のアーティストだけど、宿泊を支えているのは間違いなくヒロイキクリのカリスマ性によるものが大きい。そしてヒロイキクリは酒を飲まないと万全なパフォーマンスを発揮できない。楽曲もヒロイキクリのインスピレーションに頼っている。実は宿泊全体がヒロイキクリの酒に依存してないか。劇場版深酒日記2では禁酒で弱体化していたヒロイキクリがスランプを脱するためラスボス戦で工業用アルコールをガブ飲みして覚醒してほしい。最後にヒロイキクリが口からシャボン玉とか吐き出して終わればいい感じに眠くないか。それからヒロイキクリの行間として幼少期からピアノを習っていたらしい。ここに来て実は裕福な家のお嬢様だった疑惑が出てきた。実際のところヒロイキクリの音楽的素養が英才教育に裏打ちされていると仮定したら、バンドが成功している現状も納得がいく。ボザロのヒロイキクリ酒の一回だと新年早々結束バンドが初詣に行くため運転手として引っ張り出されている。ギャグ描写に流されてるけど、何気に年末年始になっても全く実家に帰ろうとする素振りすら見せていない。さらに思い返してみたら、万年金欠で女子高生にも飲み代をたかるのに実家に金を無心する描写は一度もない。俺はヒロイキクリを救うことはできないからこそ、ヒロイキクリの破滅を目に焼き付けたいんだよ。でも俺は確信したんだ。ヒロイキクリがいたら夢を叶えられるって。だからこれからもたくさん見せてね。ヒロイキクリの深酒日記。ヒロイキクリの深酒日記を。